ちゃんアカデミー。今回ははっちゃんアカデミーの本当のお役に立つ理由をお伝えしたいと思います。私たちっていうのはいろいろな人生の悩みがあって、いろいろな解決の糸口を模索しながら年を重ねていくのが私たちに与えられた使命です。だからこそ人の悩みが自分の人生に光を与えてくれる時もあります。同じ過ちを繰り返さないように、同じ苦しみが続かないように、そして生きることは楽しいことだとシンプルに思えるように、さまざまな悩み相談から自分の人生勉強の材料になり、独り言のコーナーから信じて疑わない心の強さを感じて、気づいた時誕生日と思えるように楽しく生きていける道しるべになることを知って、伝えていきたくってはっちゃんアカデミーをアップしております。今日より明日、明日より来年、来年より未来へと災難なく幸せに生きる近道、そう未来はバラ色と思ってもらえるように、人間は人の役に立って初めて本当の人間になれる、そんな言葉もあります。そして悔しいことや辛いことがあっても、ふてくされた顔でいる人間より悔しいこと辛いことをバネに燃え上がる人間になれ、それが今亡き父の言葉です。そして付け加えるように、人と争いは原因がいろいろあるのではなく、シンプルなものと言っておりました。夫婦喧嘩の始まりは子育ての違いやお金のこと、性格といろいろあるだろうけど、そこに原因があるのではなく、たった一つ意地の張り合いが一番の原因、溝を作ると言っておりました。そして会社での揉め事、派閥や争いがあるとすれば、わがままな人ほど問題を起こすと。そして友達関係が築けない、喧嘩が多い、友達が作れない人は優しさが足りないからだと。心の美人を目指して、さまざま悩みの解決糸口になれるように、そして幸せな道が開けるように、なおかつ人の役に立っていけるように、成長して腐された考え、ふてくされた顔にならないための心の美人になってもらいたいものです。私たちの人生は生きているだけで儲けもんです。そしてそれ以上に儲けるには、儲ける字を見てもらうこと、分かりますが、信じるものを増やすと読みます。人を疑ったり、人の噂話ばかりして、人の悪いところを見る人に、お金も儲け話も人も寄りつかないものです。全ての人の心からいい人生になったと言ってもらえるように、はっちゃんアカデミーをこれからもどんどんじゃじゃ漏れでアップしていくことを誓います。感謝することが多いのが人生なり、全ての人に幸あれ。またねー。